はい、ハローフリッジと申します。ブレイドストーム100年戦争&ナイトメアやっていきたいと思います。一旦ね、100年戦争編に戻ってやっていきたいと思います。ステータスはどうなんだろう。共通なのかな。共通か。となると舞台はだって持ち越すんだろうね。クリア後とかなのかな。まあいいか。とりあえずはいいとして。ステータス舞台でロイヤルランサーね。じゃあ行きましょうか。今紹介できる契約はこれが全てだ。今ならまあどの難易度でもいけそうなんでね。激震フランドル行くか。この契約でいいんだな。ん？なんだ。依頼のついた契約は初めてか。そうっす。契約の中にはな、依頼ってのがくっついてるものもあるんだ。何かに困ったやつが個人的に傭兵を頼ってくるのさ。護衛から復讐まで何でもありだ。その手の依頼には成功報酬がかけられてる。もちろん契約でもらう金とは別にだ。手っ取り早く金を稼ぎてえならそういった依頼をこなしてやるのも手だぜ。依頼を出すやつにとっちゃ傭兵が頼みの綱なんだ。期待に応えてやるよ。なるほどね。じゃあ依頼もこなしていこうか。フランドル地方では海運貿易の利益を持つイングランドと確かな支配力を示す、フランスが互角の戦いを繰り広げていると。イングランドは軍を進める。まずはバソニュー風車を制圧することが重要となると。依頼はビクトルに手紙を届けると。どこだ。舞台情報。ビクトル敵味方か。どこにいるんだ。これ違うよね。まだ出てきてないのかな。ちょっと確認しよう。手紙を渡してもらえませんか。仕事が長引いてるらしく、なかなか戦場から戻ってこないものでよろしくお願いしますと。へえへえ、まあ、途中で出てくるのかっていうとこですよね。探し手紙を出せと。ビクトルか。まあ一応目指しつつ行くかな。途中で出ないかな。目標がここだけだよね。一瞬で終わりそうだな。味方なんで味方の拠点当たれば。ああでも遠いな。まあいいや。よし、50レベルの力を見せてやろう。終わりだ。もう終わりか。早いもんだな。追撃。よし、逃がすな。お、依頼の人物が出撃。お、出てきた。ポプラが落とす前に。無理だね。ポプラ強いからね。まあ一応向かうか。ヒヒヒヒ。渡るとこがないな。水くらいね、通っての有能な指揮官だと思うんだけどね。まあただの傭兵だもんな。ポプラもうじき落としそうだね。お、川の音がいいね。あの右上のとこだよね。ビクトル。うん。あ、ちょうど契約完了。まあ、手紙はね、戦の後、無事に届けましたと。そういう感じでいいでしょう。
ポプラ1位か。クリアタイム1分1分早っ。1分か。いやいや、それはないでしょ。拠点の守りを突き崩し、イングランド軍はバソニー風車の制圧に成功した。これでイングランド軍はフランドルにおけるフランス軍の足場を揺るがしたことになると。申し訳ないっす。依頼を。今紹介できる契約はこれが全てだ。進撃シャンパーニュ。違う違う、両軍ともに攻勢の構えを取り進軍を開始した後、行こうか。この契約でいいんだな。犬死にだけはするんじゃねえぞ。ういっす。クレシーの戦いを経たことで傭兵は両軍にとって重要な戦力と考えられるようになっていた。それに伴うように各地の戦況も激しさを増していった。シャンパーニュ地方から南西進めばフランスの首都パリが目前となるため、両軍は激しく拠点の攻防を繰り返している。この状況から優勢に立つべくイングランドは軍を進める。まずはラバンヌ廃墟を制圧することが重要となると。依頼内容、商人を目的地まで護衛すると。遠いな。どこにいんの商人が。あ、近い近い近い。自分の出撃地点にいて、まあ若干だいぶ前線に送ればいいんだね。じゃポプラゆっくり攻めてほしいね。お前どこ攻めんの。そう行くのね。いや、やっぱポプラくんさ、逆に、まあいっか。とりあえずね、ここでいいんだよ。ここでここで部隊を止めればいいんだよ。ここでここで護衛か。あ、出撃するとこね。命令で変えたいな。まずここでいいね。で、自分をなんかここら辺、ここら辺、違う違う、ここここでしておこう。じゃあ、矢印がね、見えにくいんでね。商人がいるね。普段なら戦場を迂回するのですが、まだやめて差し上げろ。急ぎの商売なので整列しろ。お願いします。わかりました。騎馬隊さんやめて。騎馬さん押しすぎだよ。このゲームのね、挙動はなんか妖艶みたいですよね。こう正面に向かって横に動いたり、こうこうね、こう動いたりね。若干の距離取るか。え、待てよ、どこら辺どの道取るか分かんないからね。まあ一応離れつつ行くか。でもこの道通って、やられちまったか。お、あいつ倒したんだよね。うん、弱いなってか。あれ、あいつどうした。旋回したぞ。正面に行くの。正面なの。遅いな。どこに行くんだい。押して差し上げろ。どうだい。あ、回っただけか。さすが早いな、ポプラ。ちょ、待ってね、どこに行くの。橋渡ったとこでしょ。どの道で行こうとしてんの。商人マーク出てないからな。離れるわけにはいかないよ。上から行こうとしてる。少し休憩しましょう。お、休憩だ。早くね。傭兵出現。積荷を置いてけ。出ないと痛い目見るぜ。うるせえよ。はい、勝ったぜ。
まだか。引け引け。両毛商人なんだね。整列しろ。川渡るんでしょ。あれ渡んないのか。渡るよね。じゃあ先に渡った方がいいかな。あれこっち思いっきり味方じゃないか。かっこいいな。もっと数が多いと迫力もありそうなもんだけどね。待って、これ今どこ。あなるほどなるほど、そういう道ね。 OKOK、OK OK、じゃあちょっと先手打つか。もう少し近くで護衛してくださいませんか。はいはいはい、なるほど、離れちゃいけないんだね。モスよ君のこといい。整列しろ。待てよ、やめろやめろ、下がって整列して。整列しろ。でゆっくり押すと難しいな。整列しろ。遅くなってるもんね逆に。押して差し上げろ。多分こっち。ああ、あったなってるよかった。急がないと取引に間に合わなくなる。で何でしょう、拠点制圧すればいいの。行くぞ。待って、ポプラ君勢いが増しちゃうね。どうしよう、あの子強いからな。そうだな、適当に拠点取ってもらうか。行くぞ。この場合は離れていいんだ。よーし、行くぞ。かかれかかれかかれ。どこにいる騎馬隊は強いか。よいしょ、見つけた。拠点隊長を引けば終わるか。よし、で羊毛職人の元に戻ればいいんだね。職人じゃん、商人だ。まあもしかしたら作ってるかもしれないね。邪魔するね。早すぎるな。これで押したらどうだ。こっち、あ、むずい。あーむずいな、もうもういいや。あれどこに向かってんのこいつ。よくわかんないけど押すか。整列しろ。整列しろ。お、すみだした。すみません、一息つかせてください。また傭兵が出てきそうだな。構えておこう。見張りをしろ。なんだお前ら、まさか敵か。お前ここにいる方がおかしいでしょ。もううちの領地だぞ。だ、またねー。やっぱ相性が悪いと当たんないな。ミスミス。ミス、ミス、ミス。よーし。ポプラさんは、うん、勢いに乗ってるね。待って、時間が時間がないな。こうなるともうじきつくのかな。こいつのせいで一日が潰れそうだ。
なんで？急がないと取引に間に合わなくなる。なんだなんだ、拠点か。押してってやるよ。しょうがないな。高いぞこれは。もうシティーナ、ここだっけね。終わった。ここも落としておいた方がいいのかな。拠点隊長がどっかにいるはずだ。いたいた。これで引いておけばいいかな。次商人がどこに行ったか分かんないね。ここら辺の道にまだいるよね。あいつ一応行動みたいなちゃんとした道通るもんね。いたいた、ターゲット邪魔されてんじゃん。整列しろ。よし急げー。ポプラ君一応ここら辺まで取った方がいいかな。ここだね。もう少しですね。ちょっと水を飲みます。お前何に疲れてんの。クソ時間がないっていうのに。そっちか。怪しい輩め、積み荷を見せろ。行け。おらら、整列しろ。もうお願いしますよ。保証人いる。もうじきね、ね。ちょっと行けよ早く。こっちだろ。あいつ詰まってんじゃん。あれ？こっちでしょ？10秒しかないよもう。仕方ない。キバ宅急便。無事着きました。よーし。ご苦労様でした。本当にね。終わった？戦闘終了。これどういう感じなんだ。ポプラ圧倒的1位ではないか。フィリップさすがだな。2戦目だね。クエストコンプリート。俺と俺もこっから出たいよ。で、あとは一緒に攻めれば終わりね。整列しろ。ポップラ後ろにいるね。あいつの強さでも見てみるか。最強の騎馬隊といっても過言ではないもんな。整列しろ。お、オーギュストどう出る。だけじゃねえよ。やられちまったか。止まったな。こいつ近寄ると止まるんだよね。道を譲ってるつもりなんだな。整列しろ。渡ってほしいな。じゃあない行くか。もうあと隊長だけでしょ。まずい、溜まってる。
よし、突入だ、突入。でもってあの入り口から来る雑魚を倒すかな。あの入り口は制圧できないのかな。敵の侵入路みたいな侵入口か。目の前に敵がいるはずなんだ。早いなあいつ、早っ。奇襲だ。武功を立てたい。1日目はちょっと護衛でね、無駄な時間を過ごしたからな。まあこんなもんか。ポプラ攻めないんで行くかな。小悪魔の戦記か。ランス陥落。縄文が開いてんのかな。流星のごとくスピードで突入。よーし、待って。活躍は当然、褒めるまでもない。早っ。2日目は、700、ポップラが190と。フランス勢が強いな。お、 S。 羊毛商人を護衛したのはお前だな。正直に答えよ。その商人、シャンパーニュで何をした。とぼけるな。イングランド軍と接触したはずだ。やめな、そいつは何も知らねえよ。商人どもが利益を求め、イングランドと通じているから。だからいつまでもフランドルの混乱が収まらない。マリーさんだね。いないな、もう。へえ。商人。何が欲しいんだい？これいらないな。持ってないようなものが欲しいな。ないか。何を売ってくれる？またよろしく頼むよ。よっしゃ、雇用して補充だ。まあこんなもんかな。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。